ファイナルファンタジー7リバースはですね、その皆さんが期待しているクラウドやバレット、エーレス、ティファなどを中心とした、そのメインキャラクターを中心としたよりこう深くシリアスでドラマチックなストーリーが、描かれていますので、例えばですね、オリジナルの FF7 のストーリーの中でやっぱりあの名場面とか、あのすごくいいエピソードだみたいな、真実を知るみたいな、もう有名すぎて、あのこうネタバレにもならないというか、そういうあのシーンもあって、あの驚くほどですね、その25年前 の, あのストーリーをそのまま再現しているところ、名場面に関してはあのそのまま再現していることが多いんですけれども、それでもですね、本当にリアリティを持ってあの伝わるし、あのそこにあのキャラクターのボイスであるとか、あのすごいあの専用の BGM が乗っかってあの見せることですね、よりあの名場面があの際立っているっていうところがまず一つありますね。リバース、まあ、リメイクリバースのシナリオを書く上で原作にはないシーンを加えて拡張していった、拡張するということを、まあ、たくさんしたんですけども、それはそのキャラクターを深掘りした時に、前はデフォルメされてた、感情的にデフォルメされてた部分をそのドラマとしてちゃんと描きたい、その人の気持ちが変わったりとか、まあ、感情のマインドセットを次に進むためにちゃんとしておきたいっていうのがあって、あそこは新たなエピソードになってます。当時本当はこういう表現にしたかった、こういうふうに描きたかったっていうところが、まあ、当時のそのまあ技術力だとそこまで表現しきれなかったものが、こうより深く表現できることになったので、オリジナルは基本的には参考にしています。まあ、それ以外にもあの FF7 関連の作品はあのすごい多くあるので、それらも含めてあの一通りリファレンスとして参考に制作しています。登場人物各個々に対して、演技のイメージっていうのを事前にこう資料としてまとめてあって、まあ、その資料が具体的にどんなものかっていうと、まあ、例えばそのなんだこう立ちポーズ の, そのキャラのこうイメージに合う、まあ、例えばティファだったらこういうポーズが、まあ、手にちょっと手っていうか腰にこう手を当てるようなポーズが、まあちょっとティファっぽいよねとか、そういう感じの、情報がまとまってるものになりますね。キャラクターたちを、まあ、どのようにこう、まあ、よりリアルというか、あの、まあ、命を吹き込むかってい う, こう観点でいうと、やっぱりこうフェイシャルに関しては非常にあの、まあ、こだわるというか注意をしていました。まあ、特にその、まあ、今ってその原作と違って、あのキャラクターたちにボイスオーバーというか、まあ、セリフが全部乗ってこう感情を言うんですけど、まあ、映画とかもこう今のこう演出ってそうなんですけど、別に言葉がなくても表情だけで人の感情って伝えれるんですね。で今回ってやっぱそれをすごくあの意識してとかやっていて、特にセリフがないところでもキャラクターのこのわずかなこう表情とか仕草でなんかグッと心をつかまれるシーンっていうのがものすごく数いっぱいあるんで、なんかそこはぜひあの見てもらいたいところの一つではありますね。まあ、クラウドはですね、リメイクの物語の中ではあのバレットやティファーというアバランチというグループに傭兵として何でもやとして雇われて、最初はお金のためにあの働いているみたいなあの立場だったんですけれども、そのリメイクの中で彼らとの絆を築いて仲間として認め、お互いに認め合うようなあの形で、ミッドガルを脱出しています。クラウドはリメイクの中ではあのなんて言うんでしょうね、舐められないように頑張ってたのが、仲間たちと一緒に、まあ、行動するうちになんとなく自分の居場所を得た感じになってリバースに入ってくるっていう感じですね。過去ニブル編のクラウドがあったんですけど、まあ、5年前っていう設定でもありますし、あのキャラクター的にもちょっと若いクラウドで、さらにその中にちょっと今までとイメージの違うクラウドを作らなくてはいけなかったので、モデル自体ちょっと若いモデルを用意してもらったり、まあ、フェイシャルをつける時も少し明るめだったり、まあ、元気を少し足したような感じのつけ方をしたんですけど、そのセフィロスの弱さっていうのを皆さんが知っているから、そこの完璧に見えて完璧じゃないところが魅力なのかなってちょっと思って、
おそらくそれはクラウドも一緒で、なんか完璧じゃないその弱さが結構その弱いところがしっかり描かれてるってところが、ティファは、バレットと同じアバランチというグループの一員なんですけれども、そのアバランチの過激な活動に関しては、リメイクの時から少しためらいがあって悩みを抱えながら一緒に行動していたんですけれども、そんな死んだカンパニーの陰謀によってですね、アバランチが窮地に追い込まれた状況の中でもうその活動を続けるしかないっていう覚悟を決めつつも、でもやっぱりまだ揺れる思いは抱えて、いながら、リバースに旅を始めます。でやっぱり彼女の中にはその幼なじみのクラウドっていう存在が大きくあって、でそのクラウドの様子が時々おかしくなったりとかすることを彼女なりにやっぱり心配に思っていることがあるので、それもあって一緒に行動してるっていうのは原作の設定と同じ形になっております。そうですね、ティファに関して言うとクラウドのことを心配するっていうこともあるんですけれども、いよいよクラウドが本当に どういうふうに考えてるんだろうとかっていうところにちょっとやっぱり疑問を抱いたりとか、クラウドのことを心配するがあまり質問がきつくなって、なんていうのかな、少し口論になったりとか、そういう感情の部分でぶつかることとかもあるような、そういうより身近な関係として描くクラウドとの関係を、描いているようなストーリーが最初から入ってきております。先輩のプログラマーにもう発売になった頃に、エアリスとティファって仲悪いよねって言われて、もう全然そんなつもりで作ってなかったので、今回はその彼女たちは仲いいと思ってすごい仲良くなれたという気分で作ってたのに、そういうふうに解釈されたっていうのがずっと残っててそれをだから彼女たちの関係性を描いたのが今回できちゃうんじゃないかなと思ってます。バレットはですね、リメイクの時にはですね、この世界の星のエネルギーっていうものを牛耳っているシナカンパニーに敵対するアバランチというグループの、リーダーみたいな存在で、リメイクの中でそのシンラに利用されてアバランチの活動をする中で、ジェシーやミックス、ウェッジっていう仲間たちは命を失ってですね、もうその思いを抱えて引くに引けない状況でミッドガルを脱出しています。娘のマリンっていうのがミッドガルに残されているんですけれども、そのことは気がかりではあるんだけれども、その状況の中で、ミッドガルから逃亡してそのアバランチとしての活動を続けなければいけないみたいな葛藤の中、旅を始めていくことになります。バレットのこの何だろう、過去の親友というか 友であるダインというキャラクターがいて、そのダインのキャラクターにまつわるエピソードというのがやっぱり原作と同様に描かれるんですけど、原作は何だろう、本来言うと自分自身はそこまで原作の時のダインのエピソードってそこまでこう心を動かすような感じではなかったんですけど、本作リバースにおいては非常にそのこうエピソードが感情的によりこう心のこもった演出がされていて、非常にこう今作の中でも非常にこう良いシーンに仕上がっているので、まあやっぱりリメイクプロジェクトを作るにあたってよりカットを縮小することなくしっかりと描き切ったってことは結果的には成功につながってるんじゃないかなと今では思っています。自分にも娘がいるので感情移入がめちゃめちゃしているので、あそこには変な力の入れ方をしていますなんか全体的にこう家族ネタ強いよね、うちのチーム。そうですね、エアリスはですね、町の花売りとしてクラウドたちと出会うんですけれども、リメイクの物語の終わりの方に差し掛かるとですね、シンラカンパニーが探している約束の地と呼ばれる星のエネルギーがたくさん眠っている場所を、誰も知らない場所なんですけれども、そこに結びつくと呼ばれている世界の特殊な種族の古代種セトラと呼ばれる種族の唯一の生き残りであるということが分かります。でその存在であるがゆえにシンラカンパニーに狙われて一度は囚われたりするんですけれども、そこをクラウドたちが救出することによって、ミッドガルから旅を始めると。エアリスはもうリバースになると
基本的にいつも明るく振る舞ってそのムードメーカーみたいな感じになってるんですけども、まあ、結構深刻なものを抱えてるのでそのギャップが見どころといいますか例えば今回ですとコスモキャニオンっていう七木の故郷の町があるんですけれどもそこはやっぱり星の話星の命の話とかが入ってきますのでそこにエアリス の大きい追加シーンがある彼女がその古代種 の自分エアリス自身がどういうふうに考えているかとかそれに対しての仲間への思いが語られたりと新しい名場面となりうるシーンが入っております。リメイクの中の物語は、運命の壁というか、そのなんていうか最後に、その運命の壁を打破するっていうところがリメイクの話 でその運命っていうものは何なのかっていうものをなんとなく感づいているのかどうかは、エアリスが実は知っているのではないかみたいなそういったものも全て、なくなった状態でリバースが始まりますのでエアリスにとってはその新しい世界がまさにこれから始まっていくと楽しい気持ちで旅を始めるという形になっております。一番第初稿というか一稿で野島さんから上がってきたストーリーっていうのを読んだ時に、まあ、今作っていうのは忘られる都までっていうのを描く物語になっててそこのこう結末に対してキャラクターたちの絆とか関係性をやっぱ非常に描いてるストーリーラインだったんですよ。なんで、まあ、そこをただストーリーだけに閉じるんではなくてゲームデザインもちゃんとそのキャラクターたちのこう関係性と絆っていうのを描いてあげることでそのまあ野島さんのこうシナリオをこういただいて読んだ時に、まあ、私の方で今回のゲームデザインとして見た時のテーマは絆にしようっていうふうに思ったのでそのゲーム側の方もそういうコンセプトで作られているっていうふうになります。まあ、ストーリーを進めることでキャラクターの関係性がどう変わっていくかっていうところはまず一つ大きいところで言うとまずクラウドと仲間たちの関係性っていうのをストーリーを進めたりとか、まあ、クエストを進めたりとかすることでこう変化していったり、まあ、キャラクターのこうセリフ含めてそこに対してのこう差別化があるみたいなところっていうのを入れています。カットシーンには選択肢があるんですね。で、そのキャラクターの好感度によって見れるカットシーンが異なってきます。なので例えばティファに好感を持ってもらっていたらティファの特別なカットシーンが流れます。ぜひ皆さんには何度もプレイしてもらいたいと思っています23週まあそれぞれのキャラとの距離感っていうのもありますし愛情表現でもその恋愛もあれば家族もあり、まあ、そういう話をこう絡めながらなのかなっていう多分ティファがご縁が大事って言ってるんですけども、まあ、それが今回の世界観全体に関わってくるんですけどこう人と人と触れ合うことでその何かが生まれるじゃないですか。ご縁が重なって運命になるっていうんですかねそのあたりの結局なんかセブンってそこによってキャラクターとの関係性によってこう変化するっていうものがなんかセブンらしさの一つではあるのかなとは思うので、ザックスがまあかなり早い段階から登場してまして、まあ、彼にはそのクラウドたちとは違う角度からこの世界を見るっていうそういう役割を果たしてもらいたくて、まあ、早めに登場してもらってます。今回のキャラクターとは別にこの舞台にリバース、リメイクリバースの舞台になっている星世界がどんなものかっていうのももう一つのキャラクターとしてその星自体も出したかったんでそこにザックスは深く絡んでもらえるといいなと思っています。ザックスっていうのはその FF7 の原作の中では、クラウドたちのストーリーが始まる前に亡くなっているっていう死んでしまっているキャラクターなんですけれどもそのキャラクターがなぜここにまた出てくるのかっていうところ自体がそのプレイヤーの興味を引きつけたりこの世界は一体どういうものなんだろうっていう疑問をですねプレイヤーに抱かせるとともにザックス自身もなんでここにいるんだろうっていうふうに思うことでよりこうその
謎を深めていくというように構成しています。